CJS の番組様、こんにちは。神谷総平です。本日の神谷総平も前回に引き続き、武田勝彦さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。武田勝彦さんって言うと、僕、武田邦彦さんって間違えそうですね。一文字違い。ですね。漢字一文字違いで。はい。今、今言われて気づきました。はい。さっきあのオンエアの前にですね、そう言われて、あ、確かに国と勝が違うわと思って。そう。武田と来ると邦彦って言いそうなんで。はい。で勝彦さんでございますけども。はい。 前回ですね武田さんの自己紹介と、まあ、それから毎月ちらに通ってというお話を聞いたんですけれども、はい、まあただ通われてるだけじゃなくて、うん、やっぱりその特攻隊に行かれた方々の思いを、まあ、皆さんに伝えたいということで,、うんでね、いろんな活動されてるんですけど、はい、具体的にどういった活動されてるのかちょっと今日は紹介をいただこうかなと思います。 ま,まずはその特攻隊を知るっていうことから、うん、その向こう側である目的があるんです、はい、何のためにやってるか、うんはい、で、すごく雑に言うと世、うん、直しです、はい、これが僕の目的です、はい、で、それを具体的に言うと、えー、親との同居先祖供養、うん、この二つって言われるものが、はい、77年前からガシャって壊らされたんですねその親を無視して生きるそして先祖に 意識を向けないって言われる。もう本当に私自身も数年前まで気づかせていただく前までは、とんでもなくご先祖様に顔向けできない人生だったので、やはりこれは命の大切さを気くことで、まず一番しなきゃいけない。私自身が率先してやるから皆さんもやりましょうの一番大きなところは、僕は毎日の先祖供養と親との同居、親と、あのまず家族を増やしていくことっていうことを、あの、自分が率先してやらせてもらっているのが目的なんです。はい。 世に広めること、日本に戻すことって言われるところが僕の活動の根底にあります。うんはい、で、えっ、ー、と、一番あの楽なのは僕が家に出向いて、うん、その1億2千万人の家に出向いて、そこで畳座に、まあ畳に座って喋っていくのが一番なんですけど、はい、そんな正論皆さん入らないし、はい、皆さん知らない人が家に来ちゃって何やねんってことになるので、うん、あの、遠い離れたチランという場所がですね、はい、実は 遊園地感覚だし、うん、お金を払ってるので、はい、よし勉強しなきゃって気になるわけですなるほどだからああいうところに来るとやはりここが開くので、うん、で、ね、で、ね、かつモニュメント要するにあの目に見えるものがあるので、はい、だから意識も入りやすいということで、うん、あそこへお招きさせていただいていますなるほどですけど、はい、別に先ほど申し上げた通り 安国じゃなくても、ランじゃなくても、江田島じゃなくてもいいわけです。はい、その、私が言うように、命を大切にすること、えー、みんなが、けんけんガクガク、小競り合い、つまぜり合いをしないことが、仲良くさえできれば、手段なんか何でもいいわけです。はい、だから、 あくまで鳥浜昭久さ,さんを中心に私がチランで教えていただいた史実をもとにいろんな活動をさせていただくということを皆さん理解していただきたいんですね。うん、だから一つは、これをご覧の皆様の中でチランに行ったことがある。ないしはチランに行ったけど、武田さんと一緒に行ってみようじゃないかという方がいらっしゃったら、どしどし SNS いろんなメールの取り方ありますので、ぜひ言っていただければ私はガイドをさせていただきます。はい、これが活動の一つです。それからもう一つは、今、 全国の五国神社に人が行かなくなったんですそうですね。で、中にはですね、五国神社、国を守ると書くんですけど、五国神社って何ですかそうですね。もっと言うと、五国神社って読めない方もいらっしゃって、どう読むんですかって言われて、そうか、これが我が国民なのかって思って、はたと気がついて、地元の人に、五国神社に地元で集まってもらって、私が五十二社を靖国神社回せて、回って、そこで、 五国神社との距離を近づけて、要するに英霊さんと、まあ、世の中で一番身近な神様です。はい、えアマテラス様でも、スサノオ様でもない、神話の世界の神様じゃ,じゃなくて、本当におじいちゃんクラス、お父さんクラス、ひいじちゃんクラスの方が、ご祭人となって、神様となって祀られているところに、みんな毎日出向こう。うん、日々、そこへ参ろうっていうことを、えー、景気づけるために、僕は今、9月3日を皮切りに、全国の52社ある、えー、安国五国神社で、 えー、講演をお話をさせていただく活動をしました。えっ、ー、と、もしよかったら、あの、皆さんが、あの、えー、データの中で見ていただければと思うんですけど、直近が10月20日にあります、大阪の五穀神社、はいえー。それから、11月は11月18日で、えー、神戸五穀神社になってます。で、う、えー、しい話なんですが、はい 10月20日は満席どころじゃなくて、立ち見になっています。うん、あの、だから30分ほど距離が離れてしまうんですけど、電車で移動していただいて、五国の神々のことを知りたいっていう方がもしこれでいらっしゃれば、神戸にお越しいただくっていうのも、距離としては近いので、はいえー、お越しいただければいいなと思ってます。もし、あの、よろしければ、あの、テロップとか出していおいていただければありがたいです。はい、えー、それからもう一つは、あの、エンターテインメントの力を使うこと。うん、はい。これ、あの、 そう平くもめちゃくちゃ協力いただいた時期もあったんですが、はい、流れる雲よという舞台を私全力で応援しております。全然関係者でも何でもないんですが、あの、エンターテインメントの力をお借りすると感動の力って何倍にもなるんですね。そうですね。だから、そのエンターテインメントを使って皆さんをちょっとおばあちゃんと喋ってみようかなとか、友達と仲直りしてみようかなとか、 自分の命についてもう少し考えてみようかな、なんていう、礎になってくれればいいかなと思って、私実はですね、今回、えぇ、ー、平くんとは、大阪で、はいうん、えー、10年弱前に、はい、あのー、黒子役、ですね、はい、実行委員会させていただきましたけど、今年はですね、えー、沖縄に行きまして、うん、私たちが主催する最終地点、はい、もうここを僕ら目標にしてたんです。うん 特攻隊が何を守るため、どこを守るために飛び立ったのかっていうと、沖縄なんです。はい、ここの地で流れる雲を、えー、やらせていただきたいっていう思いが、今年、やっと願いが叶いました。うん、10月29、30日で開催させていただきます、えー。もしこれをご覧の皆様の中で、そのタイミングに、えー、沖縄テンプスホールに来れるよっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひお越しください。えー、私たちがですね、えー、僕もお客さんとして、えー 見た回数が100回以上あるんですね。はい、あの、座席に座って、えー、2時間見るわけですよ。で、2時間かけて話をする中でメッセージってたった1つしかないんです。うん、この1つのメッセージを伝えるために2時間かけるんです。で、それはですね、あの、ラジオで彼らは、えー、情報を取ったりするんですけど、その、うーんうってラジオチューニングしてると、チューニングがあ合うんですけど、ものすごくハイカラなチューニングに合っちゃうわけですよ。はい 東京大空襲0600とかいう話が本来なのに、その軍事放送じゃなくて、はい、皆さんこんにちはって言って、えー、東京 FM とかっていうようなところにつながって、なんだこれはって言ったら、うん、実は令和4年の今につながる、はい、っていうシナリオなんです。うん、で、そこでお話をされる。僕はこれ、あの、種明かししても何十倍も、えー、超えてくるので、ぜひ今、ここから言う話を聞いておいてください。特攻隊員が今とつながってラジオを聴くんです。そしたら、 東京0な何とか何とかって言って、えー、お便りご質問、どしどしくださいって言って、電話を、あの、募集するわけです。はい。で、かけてみたら、かかっちゃうわけですね。うん、ご存知のやつです。はい。で、そうしたら、そこで、今、昭和何年ですかって聞くんです。はっていう、昭和は終わって、平成も終わって、今、令和4年です。2022年ですよって言ったら、その特攻隊員は、2022年先までに、 我が日本は残っているんだっていうのをもう本当に感極まる思いで感動して電話の先を聞いてるわけです。そして最後にディスクジョッキーさんですね、DJ がまた同じように何かご意見ご質問ございますかって聞くとですね、その彼が私たちに向けて質問を一個するんです。はい、思い出しますよね。うん、今、日本はいい国ですかって聞くんですよ。僕はね、お客さんで聞いてた時に 椅子が3センチぐらい沈む思いでしたよ。親が子を殺して、子が親を殺す時代。なぜだかこんなに物が溢れて、とっても幸せで、とっても美味しい料理も出てきて、すべて満足な時代なのに、なぜだかちょっと幸せを感じないとか、自分の命を自らで立ってしまう人がいるとかっていう時代の中で、僕はお客さんとしてその質問を特攻兵にされた時に、はい、素晴らしい国になっておりますって言い切れない自分もいましたが、 私が当然いい国にしていくという気概がある以上は、その特攻兵に、まあお客席からですけど、いい国にしとるぞっていうふうに答えていくわけなんですけど、そのディスクジョッキーも、はい、とってもいい国だ。でも、もっともっといい国にしていきたいですよねっていうと、その77年前の特攻兵が二つ返事で、はいって言うんです。そして自分が命を懸ける理由がそこで定まって、彼らは一つしかいない、ない命を 未来ににけるために特攻していくっていくうエンンターテイメントなんです僕はそれこそ100回以上見させていただきましたが今回も実行委員長として皆さんのお越しをお待ちしながら私も客席の後ろで2時間見させていただきますもしよかったら皆さん、えーおかえー、沖縄来ていただきまして、えー、ぜひご覧くださいそして、えー、と少しフライングなんですがこちら東京にあります、えー、大田区で 大田公公園と言われるものが地方公園としてあります、はい、こちらもまだ、えー、ともう8月から公演はスタートしてあるので、えー、いろんな各地の公演は終わってるんですが、えー、この10月14、15は東京都の大田区で、えー、開催されますので、こちらはまだ間に合うかもしれません。もし近隣の方がいらっしゃいましたら、えー、ぜひ一緒に見させていただきたいと思います。宣伝させてもらってありがとうございます。ありがとうございます。こういう活動してます。はい。ありがとうございます。 まあね、あの沖縄なんか行くと歴史教育でね、うん、本土が沖縄を見捨てたというふうに言ってるのを聞いた時に僕も,もう衝撃で、うん、まあ本土も人間ですからね、うん、じゃあ戦艦大和はと,と答えはと思うわけですよね、うん、そうなんです、はい、だから僕は今回の選挙参議院選挙でもそれは沖縄ではもう結構声高に言いましたね,ねそうですよね、うん、聞いてましたよそうそこをねやっぱりしっかり沖縄の子供たちにも若者たちも教えないと、うん、どんどんとねなんかこう日本の本土が 自分たちち遠いものになっゃうからだっていっぱい残ってるじゃないですかね守りの丘に行けば全国からね日本人が集まって兵隊としてね沖縄守りに来たんだとか島田知事の話もありますし島守の党のことはね本んはもうんならこれだけで長く皆さんとね語いたいっていうぐらい島田知事の話はとっても素敵なまあしかも内地の方がですね他の人に頼むぐらいだったら俺はそんな依頼は断れんって言って。 彼は兵庫県からたった一人で出向いて、戦中の知事になられて、うんえー、我が沖縄を守っていただいたんです。日本中の兵隊がですね、沖縄を守るために、陸軍として集まり、海軍として集まり、特攻隊使として行き、そして私たちは彼らを捨て石になんかしてない、だから、日本中の兵力を沖縄に向けて行ったんです。マッカーサーに打電を打った、その当時の海の上で、えー、司令官をしてたチェスター・ニミッツは、まだこの記録は残ってます。これ以上 南九州に近づけないもしこれ以上北上するとアメリカ軍全てが全滅してしまうって言って沖縄の地で私たちは食い止めれたんです、うん、そしてその沖縄で食い止めれたっていうのは実はウチナン中の方々沖縄県民の方々も必死になって広告を守るんだって言って守っていただいた相互に助け合った事実っていうのをみんな私たちはもう一度知ろうっていうふうに僕はもう本当に声高に言います 右翼と言われても、なんか変だと言われても構わない。だってそれが史実だから。はい。ね。ぜひよろしくお願いします。はい。い。や、本当にね、もう僕らも、なんか歴史修正主義だとか、なんちゃかんちゃ言われますけど。言われるよね。いや、でも言われてもいいんですよ。史実だから。そうなんですよ。実です。史実に勝るものはないので。はい。だから、なんとレッテル貼れようがですね。はい。あの、それは言い続けていこうと。まあ、そのために、僕も参政党作ったわけなので。はい。 そういう正しいことをね、きちっとみんなに伝えて、その中で、それを事実を聞いてどう思われるかは皆さんにお任せすると。うん、そこまではね、あの、押し付ける気持ちじゃないですけど、でもこういうことがあったんですよと、ちゃんとそういうことを知りましょうねということは、僕も政治でやっていきますので、武田さんはぜひエンタメの力と、こう、お話の力で。そうですね。はい。あの、特攻隊員のお話を最後に、ちょっとどうしてもさせていただきたいことがあって、はい、お時間いただけますでしょうか。はい。あの、実は僕、この10年間近く、 あの、ガイドをさせていただく中で、先々月も、香川県で95歳のおじい様にお会いしてきました。で、そんな感じで、たくさんの戦争経験者のお話を聞いてきました。その中で、えー、とても柔和なおじいちゃんにお会いして、武田君って言ったかね、君はいいことしてるね、って言って、2時間ぐらいお話を聞いたんですが、ずっとしきりに笑顔を、もうずっと笑顔なんです。で、一番最後に、特攻隊員は、 天皇陛下万歳とかお国のためだとかっていうんではなくもちろんそれもあるんですが大切な方を守るため愛する人を守るために行かれたんですよねって最後質問したんです、はい、そうするとニコニコっとしてたおじい様がすっと顔を戻されて僕その時に思ったんですまずいことを言ったかなと思ってで武田君って言ったかねはいって言った僕無意識に正座にあの戻してましたあぐらを組んで2時間喋ってたんですけど君には 奥さんはいるかねはい奥さんには兄弟はいるかねはいそのご兄弟は君にとって家族かいって言われたんです義理の弟妹です、はい、家族ですその義理の兄弟には配偶者はいるかって聞かれてはいもンクれ正月に必ず会うんでその配偶者は君にとって家族かいもう はいと答えるしかないんです。うん、正確にはもしかしたら今の時代親戚と呼ぶのかもしれない。うん、で、その配偶者には兄弟はいるかい結婚式に一度だけお会いしてるんです。その兄弟には配偶者はいるかいその配偶者は君にとって家族かいもう黙ってしまったんです、はい、でもそのおじい様は質問をやめないんです。その配偶者には兄弟はいるかいその兄弟には。その配偶者には。うん その兄弟には、それは君にとって家族かい、ずっと辞めないんです、僕、辞めないから、頭を下げて、三つ指ついて、申し訳ありませんでした、何か無礼なことを申し上げましたでしょうか、訂正いたしますって言いました、そうすると、そのおじいさんは、武田君、顔を上げてくれたまえって言って、顔を上げ,上げさせてくださいました。で、そこでたった一言だけ、勝手に家族の枠を決めないでほしい。 って言われたんですよ、はい、僕はですねその時には何にも理解ができなかったただただ申し訳ありませんでしたで終わったんですけどもうそのその時にそれでその2時間のお話は終わりましたずっと考えてました彼らはですねそうやって血のつながってる2人4人8人16人で100台上がろうが10代上がろうが何台上がろうが自分のご先祖様は家族その降りていく血族 まあ僕、そんなことを言えば、僕と神谷宗平君はどこかで血がつながっている遠い親戚かもしれない。そんな人たちは全員家族。そしてもしかしたら、これから生まれくるっていう私たちの命のことまで、彼らは7代先、8代先までもしかしたら家族だと思って、彼らの家族の大きさって言われるものをちょっと感じさせていただいた時があって、僕はその、それをハッとその後日気づいた時に、やっぱり思いました。 我が国に生まれてよかった。なんて素敵な DNA もらってるんだろう。ありがたいな、っていうふうに思いました。僕はそういう一つずつの特攻隊員や戦争を経験された、いわゆる国体、日本の大切にしてるものをも持たれてる方のことを継承していく役目なんかなと思うんで、あの、いろんな手を使って、まあこういう CGS という素晴らしい回もですね、使わせていただきながら、手を返しのお会や皆さんと一緒に日本の大切にしていきたいものを守っていきたいと思います。ありがとうございます。はい。 ありがとうございぜひですね、まあ、これからいろんなところでまた武田さんのお話聞ける機会もあると思いますし、はい、皆さんもぜひですね、まあ、見てらっしゃる方、まだ行ったことない方も結構いらっしゃると思うんです、設ちゃんね、武田さんおっしゃったように、やっぱりそこに行くと物がありますんで、はい、そこで何か皆さんの心にね、響くものを受け取っていただきたいなと思いますし、それはただ、歴史の勉強をするとかそういうことじゃなくて、僕はこれからの日本を考えることだと思うんですね。 私たちもそういう思いで政治やっていきますのではい、いまあ、さっきも言いましたけど、立場は違えとはい。はい、日本を良くするために一緒にこれからもやっていこうと思います。よろしくお願いします、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。